ます。こちらはイタリアで購入した毛糸になります。とてもユニークで可愛い毛糸です。編み針は5ミリのものを使用していきます。だいたい4から6ミリぐらいのと書いてあるので、私は間の5ミリで。で、毛糸はこんな感じで、いろんな毛糸が混ざっています。で、まず毛糸を束にするように作っていくんですけど、ほどいていくんですけど、いつも通りすっごい絡まりました。で、ここから編んでいきます。で、私は2つのパーツに分けて編んでいるんですけど、1つの長い長方形を皆さんは作ってもらえたら大丈夫です。で、長さはだいたい横116センチと縦12センチぐらいです。では、ひたすら編んでいきます。半分のパーツが完成しました。こんな感じで毛糸の色と質も違うのですごい可愛いです。で、半分でだいたい50センチ、40センチぐらいかなと思います。これで48センチぐらいですね。では私はこれで寝ます。おはようございます。次の日また半分のパーツを編んでいます。これが昨日編んだ片方で、今こっちを新しい半分を編んでいます。私はこのモフモフのところがお気に入りです。
んな感じで全てのパーツが編めました。で、私は事情があって2つに分けて編んでるんですけれども、このなんで2つで分けて編んでるかというと、最初は違うデザインのヘアバンドを作ろうと思ってたので、こんな感じで編んでます。けど皆さんは一つの長い長方形を作ってもらえたら大丈夫です。で、私が最初作りたかったヘアバンドはこういうスタイルのヘアバンドです。けどこの毛糸だとすごくなんかあんまり合わなかったので、やっぱりつなげてこうしようって感じで途中で変更しました。なので2つに分けて編んでるけど1本だけでよかったので、今から片方の端を閉じてつなげていきたいと思います。少し片方の紐の始末を忘れているけど、こんな感じでだいたい完成です。かわいい。バランスをちょっと取らないとでっかくなっちゃうけど、しっかり結んだらいい感じになると思います。こんな感じです。